あれこれとお忙しいでしょうに、わざわざここへ来てくださったのですね。ありがとうございます。嬉しいです。ゆっくりしていってくださいね。読書を楽しむもよし、気になる本を探すもよし、過ごし方はあなたの自由です。どうぞ素敵な時間となりますように。いいえ。あ、そうですそうです、私ふと思いついて用意してみたものがあるのですせっかくですし試していかれませんか。マスターはきっと驚きます。どんな顔をするのか、カオル子、今から楽しみでなりません。ワクワク。ちょっと取ってきますね。少々お待ちを。お待たせしました。というわけで、私が今回用意したのはこちらです。夏だというのに、私夏らしいサービスを用意していない。そう気づいたのです。推薦図書だけは用意しましたが、これではいけない、そう考えて急ぎ用意したのがこちらです。地下図書館特製ライブラリアイスクリームです。夏といえば暑さ、暑さへの対処といえばやはり冷たいもの。私の生きた時代にも氷を食す文化がありましたが、アイスクリームというのはこうさらに麗しいものなのですね。とっても冷たくて、とっても甘くて滑らかで、そこになんと今回はチョコレートチップを散らしてみたのです。なぜかチョコレートの気分でしたのでトッピングしてみた次第です。溶けないうちにどうぞ召し上がれ。なさいましたか。顔色が良くないです。まるで見るはずでないものを見たかのような。あ、そうですそうです、私ふと思いついて用意してみたものがあるのですせっかくですし試していかれませんか。マスターはきっと驚きます。どんな顔をするのか、カオル子、今から楽しみでなりません。ワクワク。ちょっと取ってきますね。少々お待ちを。お待たせしました。というわけで、私が今回用意したのはこちらです。夏だというのに、私夏らしいサービスを用意していない。そう気づいたのです。推薦図書だけは用意しましたが、これではいけない、そう考えて急ぎ用意したのがこちらです。地下図書館特製ライブラリアイスクリームです。夏といえば暑さ、暑さへの対処といえばやはり冷たいもの。私の生きた時代にも氷を食す文化がありましたが、アイスクリームというのはこうさらに麗しいものなのですね。とっても冷たくて、
とっても甘くて滑らかで、そこになんと今回はチョコレートチップを散らしてみたのです。なぜかチョコレートの気分でしたのでトッピングしてみた次第です。溶けないうちにどうぞ召し上がれ。はい、お、え、何です？何か私間違えていますでしょうか？夏だというのに私夏らしいサービスを用意していない。そう気づいたのです。推薦図書だけは用意しましたが。私なんということ。私、地下にこもり続けている間にすっかり季節に置いていかれてしまった。そんな、いえいえ、このようなこと生きた頃にも何度かありました。え、嘘、もう冬なの？え、そんな、待って、私ずっと物語を綴ってばかりで紅葉一つまともに見られていないのに冬景色だなんて。図書館から季節外れのサービスという建前にて何とかするという方向でいかがでしょう。承知しました。では改めまして、地下図書館特製ライブラリアイスクリーム、溶けないうちに召し上がれです。